勢力争いを始めたわけですけど、それと関係ないところでね、まあ、始まっちゃってるっていう、そのなんかこうあっけのない感じっていうか、しかもそれは意を決してやったっていうのも、まあ、もうあるやつ普通に情報収集してればこれ使えて、ピッピッピッってやったらお金がチャリンとね入ってくる。これはすごく気分いいですよね、うん、なんかでも逆にいいことばっかりじゃないと思うんで、なんかこう大変な点とかその辺もあればぜひ教えてほしいんですけど、どうですか、ネムスなんか苦労していて、お金の分配どうしたの。例えばこの間の1400タイトル売れますよね、はい、マイクラから売り上げになりますよね、それはどういうふうに。あ、でもそれはもう全部著者さんというか制作者に 100%、はい、印税 100% です。100% なんだ、うん、僕たちはあの 売る場を、うん、提供するだけ、売りたいから売っただけみたいな感じで、まあ、僕たちも自分たちのコンテンツを出しているので、それの売り上げはあるけど、あとは全部、じゃあ印税 100%、 印税 100% です。ああ、本当、それがすごい。でもね、一つ思ったのはそれが気持ちいいなと思っていて、うん、なんか、わかります、わかります。お金を、野菜を、だ僕100円じゃなくてもいいんですけど、近所のおばちゃんがトマトいいの取れたんだよって思って来てくれて、それと僕の電子書籍を交換でもいいぐらい、あ、ブツブツ交換みたいなね。で、そういう融通はやっぱりさっきおっしゃったように、その大きいところをかませると、いや、トマトでもらうのはちょっと困るんだよっていうことになっちゃうから、そこの自由さが個人になった時にできるようになったことは、あの、面白いな。苦労ない、今のところ苦労はない。あ、電子書籍に関して苦労とか、いや、だから僕たちが作ったやつのコンテンツは苦労ありますよ、うん、あ、苦労じゃないですか、苦労、ご苦労、あ、大変なこと、苦労は、ま、コンテンツ作るのは大変です。大変だよね、あ、原稿書くのはね、原稿書くのが大変なんです。あと、やっぱりまだやっぱり電子書籍だと見え方が、半ズラっていうか、はい、踏み半が大変、はい、まあ、大変ですね、はい、それこそ、中島優さんが俳句の、やっていて、うん、それを出したいのもいいよって言うときに、うん、あ、ぜひぜひと思ったけど、それデータもらった瞬間に、あ、俳句って縦書きにしないといけないじゃん、ね、EPUB はね、現状できないですよね、あの、普通に何もして出すとね、僕たち横しかやってなかったから、うん、縦だ、しかもね、俳句って文字数違っても、長さ一緒にするんですって、あ、はいはいはい、均等ありつくにするのが、まあ、基本ルールらしくて、はいはい、それもできないし、はい、あと長島さんの句集って日本語で縦書きで、でも、小タイトルがアルファベットなんです、はい、英語だったんです、縦と横も入れなきゃいけない、1ページに。それは今の我々の技術はできないと思ってそれ米水さんの技術じゃないですけどね、 EPUB の、ね、企画ですけどね。なんで結局画像にしちゃったんですけど、はい、画像でボーンと表示するっていう。でも画像でよかったらできちゃうんですよね。そうね、でもやっぱ、うん、やっぱテキストでやりたいじゃないですか、うん、だからその辺のまだ、プロっていうか改善っていうのは、はいろ、はいろ、次回出すときはちょっとテキストに、はい、PDF はテキストにするんですけど、はい、そういった改善点っていうのはね、はい、やっぱ日本語の貪欲さっていうか、はい、ルビー一つ取っても、はい、もうやればやるほどその、はい、組版とか表現とか文字フォントとかっていう、はい、なんか紙の本の凄さみたいなのは実感しましたね。あ、そっちもわかるってね、うん、やっぱりね。今さりげなく長島さんって言いましたけど、はい、あの、今名前が挙がったのは、あの、芥川賞作家の長島優さんが、あ、はい、あの、俳句を書くときに俳句のペンネームで書いてる長島さんですよね。うん、あ、はい、ですね、俳句も長島優で書いてる、長島優さん、はい、なのでもうすでにその日本の、まあ、言ってみればその純文学の、まあ、芥川賞作家も伝書部で伝書籍として俳句を出そうとしてるんですよね、うん、そういうとなんか大げさな感じになって、大げさですけどね、あるいや、でも誰でも出せちゃうっていうことになってるだけですよ、単純に。藤井さんの場合はどうですか、大変だったこと、ご苦労は何かありますか。大変だったこと、まずって、今、組み合わせおっしゃってましたけど、そういうのが全くないんですね。あの、画像を並べるだけの話なので、もう特に、まあ、でも、この場合はね、見開きとかあと何、向きとかあるとか、そうですね、見開き、あの、Kindle の場合だと見開きができないと、そこが厳しいところですよね。逆転しちゃうからね。そうなんですね。でもそれは、つまりその、Kindle であれ、まあ、あの、EPUB みたいなね、テキストの企画であれ、その技術の方がまだ追いついてないだけで、作品を作ってその公開する部分に関してはもう何の障害もないっていうことですね。あとは何でしょうね、やっぱりそういう簡単だよって話を
周りの同業の漫画家さんとか作家さんとかに結構声かけると思うんですけど、周りの方の反応はどうでしょう。意外と乗ってこないとか、やっぱり Kindle に関しては日本語に対応してないっていう部分で、そうすると今のところある程度こう英語が読めないと出版なんかもできないし、はい、そこでちょっとうんってなってしまう部分があるようですけれど、はい、もしそれが日本語でも普通に売れるんだったらやりたいっていう人は当然今アマチュアで自分で同人誌なんかを作ってらっしゃる方はもうそういうプラットフォームを簡単に自分で出版できて、できちゃう、日本語で出版できるものが立ち上がったら出しちゃうと思うんですよね。うん、船道さんは周りの人の、まあ、周りとかもすごい集まってきてると思うんだけど、そうですね。だから、この間文学フリマでやった時は15種類だけど、今度は、7月17日に、はい、その宣伝をしてください。電子書フリマっていう電子書籍だけのフリーマーケット的なことをカフェでやるんですよ、はい、それはまあなんか文学フリマの時面白かったからもう一回やろうっていうだけなんですけど、でも やってなん簡単にできるじゃんって思ってくれた周りの人たちが、じゃあ俺もっていう感じで、参加してくれてるんで、今度きっとね70種類ぐらいになりそうかな、まだはっきりしないけど、あの時15種類で1400ってことは、うん、単純計算で言うと結構、ね、それはない、それはない。全部セットで買わないからね、うん、70万円。前は15種類セットで買ってくれたんですよ。100円だったからセットで買っても1500円だし、帰り重くならないし、電子なんで、それはだから70はセットで買わないでしょ、ね、読めないでしょ。僕も思ったんだけど、やっぱりね、まあ、作る側にとって電子書籍って、著者が自分で出せるとか、出版社の意向と関係なしにいろんなことを決められるってメリットもあるんだけど、読者にとってもやっぱりメリット結構大きいと思ってね、さっきのその携帯漫画とか BL とか書店で買うと買いにくいけど、それはあると思うんですけど、本当に本持ってくると重いじゃないですか。あとちょっと心理的な壁もあるでしょ、うん、なんかこう買っても読まないんじゃないかとかね。この間の文学フリマで会場でじゃあメールアドレス入力して買わせていただいて、で帰りの電車の中で、あんなたくさん買ったのに軽いっていうか、カバンに荷物がなくって、で帰りちょっと iPhone 覗いてみたら、もうデータ、本のデータが届いてますよなんていう連絡が来たりとかして、これはすごいですよね。なんかその紙の本の良さとしてもね、逆に言って重しくってちゃんと読まなきゃって心構えがいるいい面でもあるんだけど、まあ、言っちゃ悪いけど文学フリマなんて中身が面白いかどうか分かんないものばっかしっていうわけで、いや買った時に読むのがちょっと気持ちが重かったんですよ。もし買ってつまんなかったらなんか申し訳ないみたいな気持ちが、電車だとサクサク本当帰りの電車の中で読み始めちゃって、で気楽に読めるから逆に読む方もね楽しく読めるし、なんかその紙とは違うちょっと付き合い方もあるよねって気がしたんですよ。なんか楽にできるっていうのは、僕電子書籍って言わずに電書っていうようにしてるんですけど、それは書籍の籍っていうのがやっぱり重い、画数が多いしね、画数多いし、やっぱ戸籍とか根っこみたいな意味があるから、で書籍はそれでいいと思うんですよ。しっかりした著者の思想をしっかりした結論を書いてもらって、バイブルのようにずっと持っておきたい本っていうのがあるけど、電書だと例えば、まあ、3ページでもいいわけですよね。そうだね、まあ、だいたいページって書いてないもんね。この間出したのもそれこそ20 30ページぐらいのもあるし、はい、800ページ以上のやつもある、はいはい、でそこは自由なんですよ、はい、で実は紙の本ってそこって自由じゃなかったっていうのが逆についてる、はいはいはい、やっぱり200ページないとコミックスにはならない、うん、本出せないもんね、4ページとかでね。で1話のページ数なんかも結局正反の台で第18の倍数だったり、はいとかね、決まってますので30ページないと、そうなんですよ、そこが全くないんですよ。なんか僕がなんかツイッターのねタイムライン